どうも勇者です。はい、さあ行きましょう。覚醒奥義付き装備が確定のやつ、これカウントダウンラッキー装備召喚ですね。まあ、これはちょっと引いとかないと忘れるといけないので早めに引いときたいと思います。ちなみにオーバーフロー奥義のラッキーはスルーしまして、で戦技のラッキーは引いたんですよ。出先で引いたので一応ムービーは残ってるんですけど、まあそんなに大した内容でもなく、神引きみたいなことでもなく、もうここで発表しておきます。当たったのはもう前回の多分魔石の動画の中では言ってるんですけど、ティーダの星6戦技です。それがポコッと1個出てきたと、ミラボが出てきてティーダの星6戦技だったっていう、それだけです。はい、でティーダはもともと星5戦技ももう取ってたので、まとい自体の戦技は取ってたんで、まあそこまでこう使える感じでもなかったですけど、まあ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 かぶりではなかったということですね。はい、では覚醒いきたいと思います。何系が欲しいかというと、まあ次氷系が欲しいっていうのもあるんですけど、回復系が一つも回復系の覚醒を持っていないので、一つちょっと欲しいなというふうに思ってます。残りミスリルは120個、結構使ったな、割と溜まってないですね。よいしょ、わーん、わーう、え、これ全部覚醒かな、4つ、これやばいぞ。え、優しいな、え、やばいやん、全部覚醒なんかな。いや知らん、ていうか回復系来たかな、おの新しいっぽいな。いやー、かぶってない、かぶってないです。いやー、かぶってないな、何これ、いかつ、聖なる剣すぎるわ。何でしょう、さあドン、オール覚醒で来るんすよね。うわー、やったー、全くかぶりなしの、来ましたねこれ、ちょっと時代が、ちょっと待ってくださいね、回復系はなさそうですね。アーシェ、雷、ほう、雷覚醒、そして5のドルガン、ブレイクブレイド、地属性、いいやんこれ、ドルガンよく使ってるんで、そしてプラチナサイズ、サイス、あーサイスか、闇物理ですねこれはね、闇物理、ダークネメシス、そしてあー皇帝さんですか、皇帝のイリーガルフレア、闇まといなんや、皇帝チェイン持ってるんですけど、チェインやったような気がするんやけどな、闇の方で行くわけね、はははは、は瞬間覚醒モード、いいやん、まあ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 、またナイトメアのね上位版来てますから、あとミッションでナイトメアも回らないといけないので、やっぱこれは大きいな、シリーズごと分かれてくれてるし、なおかつ全部新規と来てますね。もう一回レコードキーパー頑張ってよみたいな、やってよっていう意思を感じますね、ちょっと運営さんの。いやそんなことならちょっと欲しいものがまだあるんだが、はい、まあまあフェス情報も出てましたし、まだちゃんとはっきりとは見てないので、まあ、これからゆっくり見て、引くこととか、ちょっと引くのとか選定したいなと思うんですけど、なんかもらえる覚醒のガチャとかもあるみたいで、それは多分2回やって1個もらえるパターンやから、もうミスリル的に全然足りてないですよね。なのでそれも含めてちょっとどうするか、まあ、悩ましいところなので、まあ楽しく悩んでいきたいなと思います。まあもう少しミスリルももらえると思いますしね。はい、ちょっと頑張って、貯めて、フェス楽しみましょうかね。はい、ということで、見ていただいてありがとうございました。こんな感じでした。